作文の方ですが、マナキの作文ちょっと戻りますね。さっきの紙風船のところで、あ、紙風船じゃないです、あの風船ですね。風船を上げたところで、このマナキっていう子供は一番最初に何て帰ってきたかっていうと、いろんな思いを込めて風船をみんな飛ばしたんだけれども、自分は風船を離すことができなかったって帰ってきたんです。で、なのでみんなから遅れて風船を飛ばしましたっていう作文を最初書いてきたんです。でそこで私はずっと引っかかったんです。そこでなぜこの子は風船を離せないんだろう。普通だったら願いを込めるんだったらみんなと一緒に飛ばせばいいわけですよね。だけどこの子は飛ばせなかったんです。でそれ以上のことは彼女は書いてこなかったんです。ですからまあそのままにしておこうかなとも思ったんですが、やっぱり気になってたんですね。この子のその心の奥にあるものって一体何なんだろう。でお母さん亡くなったのは知ってましたので、でもまさかそれをこう直接聞くわけにもいかないので、まあ、その風船の話せなかったってのはなぜ話せなかったの、書ける、作文もう一回書けるって言ったら書けますっていうので、じゃあもう一回書いてねってお願いしたのが次の作文なんです。読みます。あの震災から1年以上が過ぎました。今思えば震災について本気で考えたことがありません。いつもどこかに綺麗事を交えて考えていたような気がします。私たち3年生にとっても中学校としても最後の運動会の日、最後の企画で風船を大空に飛ばした時、涙があふれてきました。風船には未来の願い、辛さや悔しさ、さまざまな思いを込めました。風船を飛ばすことで願いが叶えばいい、辛さや悔しさがなくなればいい、辛さや悔しさ、けれどなかなか風船を離し空へ飛ばすことができませんでした。理由は分からなかったけれど、今考えると分かるような気がします。私は大好きな母を忘れそうになっています。忘れたくない、そう思っているのに少しずつ消えてしまいます。震災が起きる朝に交わした言葉も声も顔も動作も思い出せないことが多くなっています。それがとても怖いです。母が私の中から消えそうで怖いです。そして忘れていってしまう自分が嫌でしょうがありません。風船をなかなか飛ばせなかったのも忘れてしまうと思ったからだと思います。私はこれを読んだ時にもうものすごい衝撃を受けました。そういうことがあるんだっていうのはやっぱり現地にいても現場にいてもわからないんです。だからもし風船を飛ばせなかったっていう作文を、ああそっかそんなもんかと思えば、ここまで私知ることは何もできませんでした。大好きな母が死んでしまう、私にとってそれは非現実的なものです。正直母は死んでいないと思っています。いつかひょっこり現れて何事もなかったかのようにいつも通りの生活に戻る。私の名前を呼んでたわいもない会話をしたり、私の成長を見て笑ったり泣いたりしてくれる。こんなこと考えてもどうしようもないと思いますが、私はそういった普通の幸せに夢を見ていつか叶うと信じているのです。そう思わなければいつか自分が不安や悲しみで押しつぶされそうになる気がします。なんとなく彼女のそのお母さんへの思いっていうのが伝わってくるんですけれども、この子まだ気使ってるんですよね。気使ってるんですよ。ですね、次読みますね。この間3年生にとって大切な進路説明会がありました。私は進路説明会があるというお知らせを父や祖母に渡せませんでした。父は仕事だと知っていましたし、祖母は学校に来るのが大変でしょう。一番後ろの席に座り、私だけでも大丈夫と思っていました。けれど、みんな親が来て隣に座る。それを見た瞬間、少しだけ泣いてしまいました。この子ですね、どっかにも書いてますが、少しっていう言葉をたくさん使ってます。それを見た瞬間、少しだけ泣いてしまいました。何回も出てきます。少し、少し。それだけで泣いてしまう自分が情けなくて、母がいないことを改めて実感させられたような気がして、とても悲しかったです。
母に会いたい気持ちがあふれてきます。自分の嫌なところやダメなところがどんどん見えてきます。人に頼りたいけど、そうすると相手が困ってしまうから相談できない、そう自分に言い聞かせていますが、本当はただ自分が相談したくないと思っていて、母を思う気持ちは私だけのものであり、それを他の人に言いたくないのです。こんな矛盾に嫌気がさします。母を思う気持ちは自分だけのものだ、でも誰かに相談したい、したいけれども迷惑かけるんじゃないか、困ってしまうから相談できない、もうこの悪循環、これはさっきの亜美さんのとほとんど同じようなことですね。同じ内容です。そして辛いことや悲しいことがあっても、大半は誰にも相談しないで自分の中に詰め込みます。小さい頃から相談するのが下手でした。だから自分の中に留めることに慣れてしまい、それが私にとって普通なのです。よく友人に無理するなだとか、背負い込みすぎなんだよと言われます。そんな優しさに泣きそうになります。この頃少しずつですが、人に頼れるようになったような気がします。今ならあまり相談することのできなかった母にも頼れる気がします。けどもう近くにいないから、母親がいる家庭が少しだけですが羨ましいです。また少しって出てきますね。甘えることのできる母親がいて、相談できる母親がいて、心配されて愛されて成長を見届けてくれる母親がいる家庭。去年の運動会も今年の運動会でも精一杯頑張りましたけれど、いつも最後にはぼんやりした何かが残ります。一生懸命練習してきたことが一日で終わってしまう寂しさかと思っていました。多分そういう寂しさもあります。でももしかしたら母親がいないから、どこか心にぽっかりと穴があるのかもしれない。母と一緒に喜びたい、褒められたい、そんな願いがあったのかもしれません。私にとって母は尊敬する人であり、大好きな人です。そんな母がもういないからといって、前に進むためには忘れることはできません。母のことを時間が経つにつれ忘れてしまうのだったら、時間なんて経ってほしくないです。そんなこと言ったら母に怒られるんでしょうけど、これが私の本音です。けれど以前、母に生きている人を大切にしなさいと言われました。母が大好きで死んでしまったことをまだ理解できなくて、不安で怖くて、そんな思いでいっぱいでしたが、私には母だけではないのです。心配してくれる人や笑い合ってくれる友人、慕ってくれる後輩、すべての人が大切で私を支えてくれています。母は死んでしまったけれどまだ生きている、いつか会えると信じます。信じていても生き返ることはないし、母を忘れてしまう恐怖感はまだありますけれど、その気持ちが私にとって前に進むための理由になります。これから大切な仲間と共にたくさんのことを体験し、自然と涙があふれる心に残る思い出にしていきたいです。そして母に会ったら自慢して一緒に笑い合いたいです。まあ、これを読んだ時にやっぱり、ああなんて自分は浅はかだったんだろうなっていうのがまず最初ありました。当事者ではなかったっていうことが初めてここで突きつけられたわけです。どう頑張ったって本人にはなれないって、それが悔しいって出てきますよね。これが原点だなって、まあ、気づかされたのがこのマナキの作文でした。現地にいてもこうですから、私は一緒に生活しててなんとか子供の気持ち分かろうと思ったんですが、ここまでは分からなかった。ですからこういうのを読んだ時に、子供の心の奥にあるものをきちんと掴んでやらないと、まあ、教育ってできないんじゃないかって、まあ、この時正直思いました。まあ、後で松田さんにも話してもらいますが、これ震災前から子どもの気持ちをなんとかこう分かってあげようとか、分かった上でなんとかしようっていうのは努力してきたつもりなんですけれども、やっぱここまでは分からなかった、分からずに教育をしてたっていうこの怖さっていうかですね、まあこれにこう気づかされたのがこの作文でした。ですので、まあ、命とは何かっていうことをもう一回同じ方向を向いてきちんと子どもたちと話し合ってみよう。で、その中で出てくる子どもの気持ちをきちんと受け止めて、まあ、そこからスタートだというふうに思ったわけです。まあ、当然辛い体験を語るわけですので、綴る自由と綴らない自由というのは保障してあります。それから
語る自由、語らない自由ももちろん保障してありますし、それからもし語れないんであれば私が話をしてもいいかどうかって、これも全てやってます。子どもたち、ここに出てくる子どもたち、読んでもらってる子どもとか、私が読んでる作文とはもういちいち子どもたちに全て確認を取ってあります。そうしないと経験には喋れませんので。なので、まあ、さっきたまたま平塚亜美さんとこう私が対面してるシーンが出てきましたけど、ああいうのいっぱいあるんです。高橋優真君もそうだし、本郷ラムさんもそうだし、みんなそうですね。あそこで喋ってくれるかどうかとか、あるいは読んでいいかどうかっていうのはもういちいち面談というか話し合いをして進めてきました。はい。で、まあ、すごく慎重にも進めたんですけれども、その中で子どもたちが語ってくれたことっていうのを、まあ、大事にというか